報道発ドキュメンタリー宣言、今日の特集はシーシェパードです。昨日南極海で調査捕鯨を行っている日本の船に対し、反捕鯨団体シーシェパードがロープや瓶を投げつけるなどの妨害行為を行いました。実はそのシーシェパードがイルカ漁の町、和歌山県太地町に7年前から滞在しています。私たちは太地町を長期取材、そこから見えてきたシーシェパードの実態とは。去年アカデミー賞を受賞したザ・コーブ。和歌山県太地町で行われているイルカの追い込み漁を批判的に描き、映し出される漁師たちの怒り。だがその撮影手法に問題があることも指摘された。何か投げつけています。そのシーシェパードは正月から日本の調査捕鯨船を妨害する一方、人の生活を何してるか何だと思ったんじゃん。再び大気町に上陸し、イルカ漁の漁師を妨害。そして我々スタッフまでも巻き込まれる。 Yeah? Tell me. 彼らの目的とは、そして今何が起きているのか。あれが太地港ですね。あれ？太地港。私たちが向かったのは和歌山県太地町。あ、いました、いました。あそこに今イルカが飛び跳ねました。すごい。わ、すごい間近で見えます。飼われているイルカたちが町を訪れる観光客の目を楽しませる。どうもありがとうございました。しかし状況は一変する。町の中心部へと向かうと、いた、外国人の集団、シーシェパードだ。トラックを囲んでいる。中にいるのは地元漁師のようだ。行きたい、どいてくれ、どいて。トラックの後ろにも座り込み、進路を妨害する。なぜかスペイン語で返してくる。なんちゅうてん、わかるか、あんなもん。何回警告させるんや。さらに漁師に異常なほど近づいてくるカメラ。取らんといてくれ言わねえ。なんで取る、こんなん構わんの。取らんといてくれ言わねえね。そうやね、こう、こんなにして。 I'm sorry, is this bothering you?ね、Are you upset? これちゃんと伝えてよ、ほんまに。この間でも一応あれやで、あれ観光で、観光で来たらやで、観光ビザで入ったらやで。おかしいやろ。 You don't want to look at my photography? It's you. お構いなしに漁師を取り続けるシーシェパード。 Yeah, I like this one. 笑いながらや。ニコニコしてる、ほら。そしてカメラは我々の方を向いた。何台ものカメラに囲まれるディレクター。 We will stop everything once. 連絡を受けて警察が到着。道路なんでね、ここ。こっちこっち、道路道路。しかし法的に対処することは難しいという。こっち移動しなさい。この中へ入りなさい、中へ。会おうか。 Please, for the dolphin. Please.One dolphin, we'll let it go, please. Just one dolphin. 帰ってくれ。One dolphin. More money. 手には一万円札が。You need $300,000. Okay, I got the bank. No problem. 我々はまず漁師たちに話を聞くことにした。9月から3月まで行われるイルカ漁。その朝は早い。船の出港に備え、体を温める漁師たち。すると、これこんなとこ美味しいね、これこれ。脂身？こんなとこ。漁師が出してくれたのはイルカの肉の干物。
これを炙りお腹に入れてから海に出るのだという。イルカ漁を行うのは12隻、全ての船が連携して漁を行う。船に乗せてもらうことはできなかったが、イルカ漁がよく見える場所を教えてくれた。するとそこに人影が。シーシェパードだ。What looks like two at the north heading south。カメラの先にあるのは船団を組み沖のイルカを異例に追い込んでいく漁の現場だ。At the back of the barge, there's a dolphin floating. 彼らはこうした漁を残酷だとしてやめさせるため活動しているのだという。だが地元の人たちには特別な思いがあった。太地町では400年も前から捕鯨とイルカ漁が行われてきたという。暮らしの中にクジラやイルカが根付いているのだ。妨害されるいわれはない。その思いから漁師が我々に被害の実態を見せてくれた。捕獲したイルカを入れる生けす。すごいすごい落ち着いて泳いでますね。あ、結構深い。ナイフでね、はいはいはい、こういうような部分をね、包丁で切るわけ。ナイフでね。大切にしてきたイルカを入れる網が何者かによって7箇所も切られたという。そんな彼にある質問をした。三好さん、こういうイルカ見てどう思うんですか？どう思うってねえ、それは可愛いじゃないですか。毎回可愛いのはまあ池取ったかで見たら餌漬けしたらね。でも食する分もあるじゃないですか、ね、そこのもそれはそう問われると即答できないです、うん、なんていうかな、分かってくれるでしょ。昔から僕ら食べて育ってきたんじゃないですか。それがその終戦後の僕ら小学校中学ずっと高校までね、終戦後のあれをまあイルカを食べて育ってきた僕らじゃないですか。溢れ出すイルカへの思い。ここで人の手から餌を食べるようしつけられたイルカは全国の水族館などへ送られ、これがイルカ漁の大きな収入源ともなっている。そして元々の食べる文化ももちろん続いている。一つ一つ食べる部分を大切に分けていく。そして内臓も捨てることはない。これはイルカの初心臓の部分。騙されたと思って食べてみ、ゴリゴリやで。いただきます。マジで何も癖ないで美味しいな。全く臭くない。ゴリゴリ全然前、うんうん、腸やレバーもよく焼いて食べる。余すところなくイルカをいただく。そう、今もこの地には400年の食文化が生活の中に息づいているのだ。町でもイルカの肉は安く手に入る。この町で70年以上暮らしてきた磯田さん、今もイルカを料理して食べている。食べたかったらチェックをしてくるからは本当に兄弟3人が大好きやで。大がつくの
イルカ？イルカもクジラもみな実際とから私らこれで育ってるんやもん。ね。なんかあの腹立つんやん外国の人に邪魔されて。そんな胎児町で妨害活動をするシーシェパード、立ち入り禁止の札で対処をしようとするが、人の生活を何してくれる、何だと思ったんじゃん、何すぐたんじゃん、そのカバー広げよ。漁師の怒る姿をカメラで撮影、インターネットで公開することもある。警察で話しよう。いや傷つくよ、もう今もうみんなヘトヘトに、内臓がヘトヘトになってきたっていうんかな、もう我慢の限界っていうんかな。私たちは胎児町のシーシェパードリーダーを直撃した。彼らの真意とは一体何なのか。何をここで望んでるんですか。The value that Sea Shepherd is bringing here is a world value. It is a value about protecting the oceans. They are a significant piece of keeping the oceans alive. So to kill the dolphins and to kill the whales adds to the diminishment of the oceans. And if the oceans die, all of us die.彼らだから全く法律に反してないのに、それなのになんでそんな嫌がらせを抑えないといけないんだ。Because of what they're doing. もういじめのようにしか見えないです。Why don't you still do that to him? It's fun. 話がある。